松崎しげる？ウマ娘の新 CM が豪華すぎる。に対するみんなの反応。なんか新しくなったらしい。まさかの第2弾。夏の CM 去年よりカオス度が増してませんか。いや情報量。情報の暴力やめろ。優雅に歩いてる人がいるんですけど。優雅に歩くラモーヌアルダンでも奥さ。ウマ娘界の加納姉妹。なぜここにマーちゃんが。これはもしや、水着マーちゃんのフラグ。去年はこの CM に滝音がいて、その後に水着イベだったから、可能性はないこともない。かもしれない。相方はまだ2着目がないとすると中立ジョッキーつながりでターボ？ターボの別衣装はどっちかというと同期のゼファー水着と一緒に見たいんだが。サンキュー大王以下。何これ？本当に何これ？この中だとまーちゃんだけ史実で血縁関係のあるウマ娘がいないんだな。父のアドマイヤ孤児院は馬主的にはいけそうだけど。多分辻移りしに来ただけじゃねえかなって。あとは同期のウオッカとドリジェがいるから、そのついでとかかな？去年はダスカがいたし。親父が蹴った看板に当たったの誰だ？ゴルシ。その後以下に拾われてる。人選も伝えたいことも何もわからないけど、なんか楽しいからいいか。今年は史実兄弟姉妹組もいるのね。ラモーヌとアルダンを加納姉妹枠に押し込めることで、エッチな水着を封印する再現の匠の技。夏の CM の土線を飾る、不思議ちゃんと不思議イケジュ。その以下は？夏ゴルシコ言うの以下。去年のよりカオスになってない？サイゲは松崎しげるもフリー素材として見てる説。はぶられた水着丸善のイルカに悲しき現在。姉妹、兄弟、親子プラス辻移りまーちゃん。全身全霊発動してて草。なんで部姉妹は海でキャッチボールしてるんだよ。浜のキャッチボールやぞ。ゴルシが看板にぶつかった後後ろでボートサーフィンやってるの、中山とドリジェかな。ラモーヌとアルダンだけ1位勝じゃん。スケベがよう。アルダンのグラサンってつけたことなかったよな。スペちゃんが掲げてるのはマグロ？カツオ？ブリ？マグロ。前回よりさらに混沌になってて好き。他が濃すぎてキャ取られるネオ湯に誰も触れない。まあそこはユニちゃんだし、で済む範疇ではあるから。生きてる状態はアブダクションや、キャトルミューティレーションは死んでる。最後ビルシーナが揺れたこと、私は見逃さなかった。姉上たちが楽しくやってる、よう覗いて。これ前にいるの誰？バイク乗ってるの中山。普段の雰囲気の割に結構ノリがいいのは血を感じるよね。この血統。よもグラサンつけてやりそう感あるし。去年よりカオスなんですが。アースお前バイオリンは湿気と気温に敏感って言ってたのに、海で弾いていいのか。バイオリン型スピーカーだからセーフ。アルダンが一瞬立ち止まってるのは何やろ。ボートサーフィンしてるドリジャに手振ってる？マグロ。まともに走ってるのはネキとブーちゃんだけじゃねえか。たま。旅に出ます、探さないでください。逃げるなぁ。ツッコミから逃げるなぁ。中山とジャーニーが最後の全員集合に出てこない代わりに、まーちゃんが辻移りしてるのか。まーちゃんどこ出てきたか探した。初見だけで全てを把握できる人ゼロ人説。スペはそれでいいのか？情報量が、情報量が多い。サイゲの詰め込み技術はすごすぎるんよ。またラモーヌさんが面白いことしてる。姉ジャがジェットスキーしててダメだった。突っ込みきれへんのでうちは不参加とします。と。半分くらいしか理解できない。半分も理解できるのか。半分も理解できたのか定期。ラモーヌだけで手いっぱいやわ。ジェットスキーのモデルがあるということは、いつかアプリのイベントに出てくるのか？看板に当たってぐるんぐるんしてるのゴルシ？ゴルシ、ラストの集合でイカに捕まってる。海で遊んでるのは全員ステゴサンクだな。
もうちょい流してたらオルも来たのか。途中で親父の蹴った看板が当たってるのもゴルし。スペちゃんが海に方向転換して走り出したような角度になってるの芸が細かい。スペちゃんのマグロを捕獲せんと出した全身全霊スキル。突っ込みたいところ多すぎて、コメントまとまりませんでした。サンキューシゲル。フォーエバーシゲル。来たか。夏にしか現れないシゲル感が。シゲル感来るか。どこを見ればいいかわからん。スペに捕まったのはシゲルクロマグロか。実在します。シゲルの魚類と言ったら、シゲルのコギリザメ。海辺走るだけでこんなイベントが発生するような人たちに、モブが勝てるわけないんだよな。前回は親子関係のみだったけど、今回は姉妹兄弟入れた血筋関係？とりあえずこの CM に出てるメンバー以外が水着イベントに出るのは確定？今年も水着イベントはやはり血筋関係ペアを出すという公式からのメッセージ？毎年シゲル起用する気か。かといってサザンとかチューブ連れてこられても余計困るだろ。困惑するわ。だいたいシゲルだけでも大概なのによ。でも競馬界のレジェンドにあんな CM させる際下だぞ。スペちゃんビチビチで草。スペ、マグロ、ご期待ください。みんな好き放題やりすぎじゃないですかね。基本みんな自由だが、特に自由すぎなネオユニアース親子大好き。ラモさん、ただ歩いて最後にサングラスを取るだけで面白いのなんなの？色物枠増えすぎだろ。親父が通常営業で突っ込み誰も入れてねえ。去年確か滝音いて滝音水着だったよね。今年はまーちゃん。まーちゃんだとしたら相方誰になるんだ。出すかは同期だけど血筋じゃないから、CM で血縁関係アピールしてる以上ないだろうし。水着安心座は？最後の姉様がグラサン外す仕草がセクシー。画面いっぱいに小ネタ転がってるの最高。いつまでも味がする。マグロ掲げてるスペの腕がプルプル震えてて笑ってしまった。これでシゲル館の馬娘来たらびっくり。ラモーヌとアルダン、やってることは普通なのに絵面が面白くなるのずるい。前回よりもカオスが極まってる。水着ゴルシ、固有演出に出てきたイカとすっかり仲良しになってて和む。兄弟姉妹親子でわちゃわちゃしている背後で自由すぎるステゴ一族よ。ビルシーナさんとシュバルちゃんがキャッチボールしてるの最高。ブサン姉妹が野球やってるのもいいし、スペとザリオが仲良く絡んでるのもいいな。というか15秒にいろいろな要素詰め込みすぎ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。